ウボアオ。皆さんこんばんは。あ、開始早々フランソワがめっちゃ笑顔で駆け寄ってきたぜ。このレインボーなニットを引き取ってほしいのよね。もうあったかくなってきたからニットはいらなくなったのかな。引き取ってもらえて助かったわタヌキチ。まだ口癖がタヌキチなのね。タヌキチっていう口癖はナウナヤングにバカウケだな。もまったく流行ってないわよ。あ、もらったレインボーなニットに着替えてる。とりあえず着てみたんだけど、マリンスーツを拾ったということは有言実行。今回も素潜りをしてホタテをゲットするぞ。ラコスケからもらえるレシピをコンプするまで続く神物ね。あと何個レシピが残ってるか知らないけど、コンプまでちゃんとやり遂げてみせるぜ。3個目の海の幸でホタテゲットだなんてかなりついてるわね。まずはありがたいお言葉だな。空気ばかり読んでると目は疲れないが気は疲れる。言いたいことを言える世の中になってほしいですよね。うちのチャンネルのしずえさんは言いたい放題な気がするけど。それじゃあレシピがもらえたかチェック。今日も残念真珠だったわね。真珠はマーメイド家具の素材だからよしとするぜ。次の日、今日も工事をやっていくんだが、ウボウ船屋さん作ってください。マリサ船屋さんということはもしかして、最近あまりベルを使ってないからヨットをいっぱい買ってみようじゃないか。なんでしょう。で、何層買うつもりなのよ。4層買うつもりだぜ。4層ということはお値段なんと104万ベルだなの。とりあえず道の場所を決めたからヨットショップに貼る前デザインを検索だな。検索する言葉は？ヨットハーバーにあるような桟橋の前デザインが欲しいんだよな。桟橋で検索するのね。桟橋の前デザインを作ってる人はあまりいないようだけど、お、私の好みの前デザイン発見だぜ。というわけでこのクリエイターさんをお気に入りに登録。お気に入りから検索させてもらうぜ。いろんなタイプの前デザインを作れる方なのね。どの前デザインも本格的で綺麗だな。水の前デザインがこの桟橋にぴったりなので、水辺をぐるりと縁取れるように桟橋プラス9種類の前デザインをお借りするぜ。今回でかなり前デザ枠を圧迫しそうね。これから先のしまくりがちょっと不安になってくるな。あ、この前デザインもダウンロードするの？水辺にはこの色が合いそうだからお借りするぜ。ふむふむ。では真ん中に木の板の前デザインを塗り塗り。ちなみに木の板の両側の横幅は5マスだぜ。その両側に水の前デザインを塗っていくのね。先に縁取りをするのがいいかな。と思ったけどブーケさんが。なので桟橋の場所決めを。また微妙な位置にブーケさんがいるわよ。ここの桟橋は左右対称に3マスずつ作るつもりだぜ。てなわけでブーケさんをもう存分運動してくれよな。左側も右側と同じように縁取りをしてと。ちょっと真ん中も塗って水辺が広がるとどうなるか確認だぜ。水辺が広がるとめっちゃ綺麗に見えるわね。あ、ブーケさんが。まあいいや、このまま塗り進めていくぜ。ではでは桟橋作りを。桟橋の上側に春木の板の前デザインは縦2マスなのね。家具を並べるのには2マスがちょうどいいと思ったんだよな。ふむふむ。木の板の奥に2マス水辺を作ってと。その上にまた桟橋の前デザインを貼るのね。この上に住民の家を移設してヨットショップにするつもりなんだけど、崖工事が必要ね。水辺が想定以上に大きくなっちゃったな。前デザインを塗るのは完了しそうね。次の日、うおお。崖の破壊工事楽しそうね。作るのより壊す方が簡単だぜ。崖を壊したらタヌキチ印をここに塗っていくぞ。ヨットショップを担当するのは誰かな？リッキーさんの家の移設引き受けるだなも。リッキーくんはちょっと意外ね。水辺に会う住民がうちの島にいないんだよな。それはそうと、マリサさんヨットの注文は？そういえばまだだったな。それじゃあ100万ベルの預金を下ろすことにするぜ。マリサが900万ベルも持ってるなんて。まだまだ高額商品のお買い上げが期待できるだなも。ヨットを一気に4層も買うことなんて今までなかったからちょっとためらっちゃうな。マリサさん代わりに A ボタンを押そうか？いやー、タヌキチそれはちょっと。買い物に迷ってたらタヌキチが勝手に A ボタンを押すシステムが実装されたら怖すぎるわよ。商品は必ず届くだなもよ。最近勝手に物が届く商法というのが流行ってるようですが、まさか社長が？僕は絶対犯罪は犯さないだなも。あ、100万ベル使っちゃったぜー。早く並べるところが見たいだなも。ヨットを設置するのは周りの環境が整ってからだぜ。まずは水辺の前の工事から先にするわけね。いろんなものを植えて南国風に仕上げるつもりだぜ。なので下地に黒土の道を塗っていくぞ。植えるのはヤシの実じゃなくてタケノコなのね。タケノコは少し育った状態で成長を止めると結構面白いんだぜ。おしゃれな島でよく見かけるやつよね。そうだぜ。いろんな植物を植えたいからヤシの木も育てるぞ。タケとヤシの木以外はツツジの低木？正解です。低木はどこにでも植えられる便利アイテムだからな。それともう一つ南国の自然な場所に合うアイテムが必要なんだが、なんだと思う？高級車だなも。タヌキチ社長、営業が強引すぎますよ。今回のマリサさんなら勢いで買ってくれると思ったのに。正解は麦畑だぜ。
そんな安いアイテムじゃわからないだなも。それはタヌキが大儲けすることしか考えてないからでしょうが。二日後。二日経ってると竹がいい感じに成長してるはずなんだが。これが若木 M っていう状態ね。この状態を維持したいから隣に果物を植えていくぜ。竹の周りに低木を植えたり。こっちの竹も成長を止めておかないと。あとは通り道以外に麦畑を植えていけば。少しずつ自然の中の道ができてきたわね。ヤシの木は若木 L になってから成長を止めるぜ。ふむふむ。それと麦畑を追加購入。次の日。竹の成長はちゃんと止まってるわね。ヤシの木がちょうどいい大きさになってるから果物を隣に植えていくぞ。その若木 S はいろんな高さを演出するためなのね。自然にできた場所っぽくするのなら統一感はあまり出さない方がいいからな。なるほどなるほど。空いてる場所はツツジの低木を植えておいたぜ。ちょっと斜めになってるけど歩きやすそうでいいわね。ここに空きができたから世界の道しるべを設置しておくぜ。さあいよいよヨットを飾る時が来たぞ。ヨットはリメイクでマイデザインが晴れるだなも。よしわかったぜタヌキチ。あ、でもなんか残念な感じになっちゃうわね。霊夢のも見えにくいな。しずえさんのもダメダメね。私ヨットに貼ってもらうのは遠慮します。私もやめておくわね。僕は遠慮しないだなも。よしわかったぜタヌキチのヨットだけ作ろうじゃないか。タヌキチ社長はこういうところも強欲ですね。いやーそれほどでも褒められてないからね。さあ104万ベル分のヨットを飾っていくぜ。この場所きっと豪華になるわね。一つ飾って前から確認。問題なさそうね。僕のヨットとただなもう。タヌキチヨットを見るとマイデザインを貼って欲しくなっちゃうわね。ヨットに貼るのにぴったりサイズのマイデザインがあればいいんですけどね。ヨット用に作ってる人はいないでしょうね。ヨットを4層並べるとこんな感じだぜ。周りを104万ベルに恥じない飾り付けをしないといけないわね。飾り付けのハードルを上げるのやめてほしいぜ。街灯は白を選んだのね。ガーデンベンチはシルバーにリメイクしたんだけど。家具は白に統一するか地面のマイデザインに合わせるか迷いどころよね。島の他の場所は白い家具が多いから統一感を出すためにここもなるべく白を使いたいんだが。じゃあ木の板のマイデザインも白にするのがいいかもね。それもそうだよな。とりあえず先にリッキーの家の周りの飾り付けをしようじゃないか。次の日。足りないものをいくつか注文したぜ。どれもこれも安かっただなも。水に濡れても安心素材のガーデンテーブルとガーデンチェアを注文したんだよな。少しでも売り上げがあったんだからよしとしましょ。ヨットと比べるとね。表札前の怒りのオブジェはお店の看板代わりだぜ。怒りのオブジェはジャスケンさんがタダでくれるだなも。次大会の景品ですね。右の西部の街並みの前に何を飾るのか迷い中だぜ。だったら高級車を。場違い感半端ないわよ。困った時の便利アイテムを注文だぜ。カフェのパラソルテーブルね。お値段以上に価値のある家具だなも。どこかで聞いたようなセリフね。次の日。カフェのパラソルテーブルとクールなチェアを組み合わせるぜ。なんか真っ白になっちゃったわね。リッキーの家の外観も変えないといけないよな。あと地面のマイデザインもどうするか考えないと。ちょっとその前に手前の水辺にデコイをいっぱい並べていくぜ。手前を少し広めにしていたのはデコイを並べるためだったのね。そうだぜ。左右でカモの種類を変えておくぞ。これでよしと。パーゴラの色も白にしておくか。こうなるとやっぱり地面は白にすべきだと思うわよ。それじゃあ私の自作のマイデザインを上から貼り付けちゃうぜ。ここから見るだけでかなり雰囲気が変わったのがわかるわね。どうかな？これで。あとはリッキーさんの家の外観を変えないといけないだなも。了解だぜ。ってことで9000ベル払ってね。わかり申した。ついでだから内装も工事したぜ。なんかいろいろ突っ込みどころがあるんだけど。テーマはヨットのお店だぜ。毎度ありだなも。リッキーの家の外観がどんな感じになったのかお披露目だぜ。真っ白の家の屋根が覗いてるわね。売りさんがヨットに興味ありげですね。さすが株取引を取りまとめてるだけあるだなも。改めてリッキーハウスの公開だぜ。南国風わらぶき屋根を選んだのね。というわけで今回はここまで。次回もよろしく。もももー。